急セリアさん放送されなさそう。てか今シーズンのセリアはどこで見れるんだ。ダゾーンにセリアのマークないし、スポッティビーも放送ないっぽいしな。ちょっと待って、みんなでセリアをどこが放送するかについて考えてみたい。マジで見たいんだぜ。25年前は日本で一番人気のあるリーグはセリアだったのに、結局セリアの放送だけどうなってんのって。このままセリア放送なしとかないよね。よな。ダゾーンが再度拾ってくれなければですね。仮に完全撤退になったら、自分もさすがにダゾーンの連携は解消する運びになりそう。追加セリアの放送どうなるんだ。いっそ UNEXT あたりが全試合放送権獲得してくれたら思い残すことなくダゾーンやめれるんだけどな。UNEXT サッカーパックで実質値上げになるのならセリアも放送してほしいですよね。正直今の海外サッカー見始めようかな。プレミア見てみようのファーストコンタクトがもしセリアなら今よりもっと人気出ると思うんだけども、いかんせんその機会を失ってるんよな。日本人がここ数シーズンいなかったり時間帯だったりで他リーグと比べてハードルが高い。それに加えて魅力自体がニッチですからね。泥臭さというか悲壮感というか能天気さというかそういうの全てがごちゃ混ぜになったカオスさ加減が魅力なんですけど、一般的には伝わりにくいというか。予想、パルマだけ配信すると思う。全然リーグランクに来てません。